トーマスのエピソード紹介。今回はエミリーは何でも知っているです。エミリーは何でも知っているは2008年5月に放送されたエピソード。エミリーが主役で活躍するお話です。あらすじは、廃墟のお城で仕事をするエミリー、パーシー、トビー。王妃様に憧れるエミリーは、ゲームと称してパーシーに仕事のやり方を指示します。遊びと思ったパーシーは、誤って貨車をメイビスにぶつけてしまいます。脱線したメイビスのところにトビーも来て、同じく脱線。大変なことになって、うろたえるエミリー。トビーから指示を聞いて、助けを呼びに行きます。最後はなんとか解決しますが、ハット卿に怒られてしまう、というお話です。このエピソードにはいくつかの初物があります。エミリーはこのエピソードで初めて、パーシーとトビーと会話をしています。メイビスも初めての脱線事故を起こしています。エミリーが初めて、ハット卿から怒られてしまいます。エピソードの冒頭に流れる吊り橋のシーンは、長編シリーズ第2作からの映像が使われています。パーシーが押す貨車の先頭に、トードの顔が使われています。エミリーがちょっと行き過ぎて怒られてしまうお話。珍しいエピソードですよね。